いい感じじゃない？いい感じです。少々。いい感じ。30秒前になります。よろしくお願いします。お願いします。30秒前になります。どうも。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。ハミッキーがお伝えしました。なんだこれは。クリスタルレインボークラブデリシャスなラジオ、表現する者たちの月明かりへようこそ。2012年11月12日21時オープンです。パーソナリティは下町エレガント大使ピンクな大粉キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、同じ気持ちを分け合ったり誰かの気持ちが元気になりますように、今夜もキラキラな夜をお届けします。番組に花を咲かせてくれるのはクリスタルの親父アイドル、一人芝居のアーティスト高山ひろし、音楽チームはハートフルで個性あふれるメンバーでお送りしております。そしてクリスタルキリン担当執事伊藤くんです。はい、何なりとお申し付けくださいませ。執事の伊藤でございます。できる限りのことをさせていただきます。本日もつつがなく進みますよう願いながらスタジオ内で待機しております。助かります。よろしくお願い、はい、ポロポロこぼれたら拾い、足りないところは出してくださいね。はい、もちろん存じ上げておりますです。それではキリンさん、本日のラインナップからお願いします。はい、DJ キリンの3分間のラブレター、皆様からのリクエストお待ちしております、はい、あなたの気持ちはみんなの気持ちです。そしてマンスリーゲスト、11月は木製の椅子、おしゃれなのよね。はい、そうですね。今日もちょっと暗くしちゃう？あ、いいですね。いい感じでね。雰囲気作って、はい。うん、今月おしゃれできるから嬉しい。嬉しい。はい、今日も素敵なお召し物で。一緒一緒一緒、はい。さあさあ、そしてですね。はい。ミリンダのお勉強会ありますよね。はい、お勉強会でございます。はい。サプライズもいろいろあります。あ、楽しみです。はい。今日さ、うん、2012年11月12日で1と2しかないんだよね。あ、本当だ。そしてさらに21時。あ、すごい。お何がすごい？1と2がすごい。ラッキーデーな感じ。そう、ね、いい感じですよね。ゾロ目好きなんだ。なんだか揃うとね、はいはい、なんかいいことがあるかもって。いいことあるの。雨も上がりましたしね。午前中まで雨だった。雨降ってたの？降ってました。降ってました。本当、よかったですね。いい感じ。お客様も。では行きましょうかね、はい、デリシャスなラジオクリスタルの始まりです。外しようかな、次。